こんにちは、殺虫剤です。なんか拉致課が増えてるなぁ。これは殺虫案件。左上にプロモーション動画って出てるかもね。殺虫会社さんコラボ待ってます。まあそんなコンセプトのデッキではない。無限スカルフィッシュデッキだよ。またの名を汚いアリアゴフェアリーとも言う。自称だけどね。まず初手だけど、右手を光らせます。次にスピリットイーターを置きます。これでネクロマンスは問題ないね。あとはデスキャットリーパーとスカルフィッシュでじわじわ削るだけ。デスキャットリーパーの性能がぶっ飛んでるから、回復いらずで戦えたりする。最短もデスキャットリーパー確定サーチになってるからね。ラスワが稼げたらもう無限デスキャットリーパー地獄でもある。だが決して強いとは言わない。ベレロフォンとかから見てには勝てないから。10人中11人がこのデッキを弱いって言ってる。そういうことだよ。っていうか最近病気になったかもしれない。デッキ作成の初手で必ず古書入れてる。使うことに苦痛を感じつつも、使わないと納得できない体になりつつある。しかし故障絡ませたコンボはあらかた終わっている。普通に故障に勝った強い動きをする以外に使い方が思いつかない。悲しいね。今ならあの人の気持ちがよくわかる。面識ないから名前は出さないけどね。この進化は有明屋だよ。どうせウィスプを出さないからこれで余裕。親の顔より見たアリア。ノースプレイヤーの私ですら動きがわかるレベル。自然軸の時点でもうここまで見えてる。言うなれば上振れ対決。かもしれない。こっちの上振れムーブが何かわからないし何とも言えない。少なくとも右手は光ってる。改めて思うけど今の環境はどのデッキでも勝てるから素晴らしい。そう思うよ。飛び抜けたパワーデッキはあるけれど。それでも一応戦える。ちなみに一番戦ってて安心するのはバンプ。自称しまくるからなんか勝てそうっていう安心感がある。クラスの地味な子の中でも可愛いタイプくらいワンチャンありそう。要するに古書と立ち位置が同じってこと。意外といいじゃん。そうなるんだよ。そういえば災いの刻印も同時期に追加されてた。あれ使ってないや。使い道ないから使ってないんだけどね。でもそれは違うじゃん。ケン、ボン、俺の勝ち。なんで使われてないか明日までに考えておいてください。心の本田もそう言ってる。なんとなく思いついたムーブはあるけどできるだろうか。明日試そう。でも寝る前にデッキだけ組んどかないと忘れる。それだけが危険要素。うまくいったら投稿するからチャンネル登録2回お願いします。そうしたら2倍登録者増えるっておばあちゃんが言ってたから。賢いね。スペルも使えない。進化もない。コバエがどんどんぶつかってくるね。対戦中最高に気分が良かったよ。そして最後に言いたいことがある。リタイアしないでくれてありがとう。あなたみたいなプレイヤーがいるから救われています。ちなみにデッキはこんな感じ。チクチクデッキだね。アリアゴのフェアリーと打点王みたいなムーブができそうだね。今思えばシャオワシのモン君出しちゃうし、スケルトンレーダーにしてもよかった。チクチクにこだわりすぎたね。まあ弱いからいっか。サムネとタイトルも思いついたし、そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。